こんにちは、ココアです。今日は私のアクセサリー収納法をご紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回は私のアクセサリーの収納法なので、アクセサリー紹介とかはまた別動画でやろうと思うんですけど、結構いろんな収納法をやっていて、ネックレスの収納法とか指輪の収納法とかイヤリングの収納法とかをご紹介していきたいなと思います。ぜひ参考にしながら見ていっていただけると嬉しいです。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていこうと思います。まずなんかいろんな収納法をしているんですけど、ネックレスとかの収納を紹介していきたいと思います。まず収納はこんな感じの、なんかドレスみたいな立てかけるものにかけて、これは見せる収納をしていて、よく使うネックレスだったりとか、デザインが可愛いなって思ったネックレスとかブレスレットとかアクセサリーをかけています。はい、こんな感じでね、6個のアクセサリーをかけることができて、すぐパッて取り出しやすいし、インテリアとして飾っているんですけど、めちゃめちゃ可愛いし、こういうドレスのマネキンみたいなものに立てかけるのがよくあると思うんですけど、こんな感じで収納しています。この収納はめっちゃ取りやすいし、よく使うアクセサリーを置くにはおすすめかなと思います。いろんなとこに売ってるんで、ぜひチェックしてみてください。で、私はピンクのお部屋なので、こんな感じのものを置いています。で、これにはネックレスだけではなくて、ネックレスだけを収納してもいいと思うんですけど、普通にネックレスとか、あとこっちにディオールのショッパーについてきた星型のチャームが可愛いなって思ったので、これをつけていたりとか、ここにブレスレットを3種類つけていて、こんな感じですぐパッと取れるようにしています。はい、この収納を近くで見てみるとこんな感じです。はい、こんな感じでまず1つ目の収納法はこんな感じでした。次、はい、続いてがこちらのイヤリングの収納法になるんですけど、イヤリングはこんな感じの9種類入る箱みたいなものに入れていて、これはメゾピアノのもので、めっちゃ昔に私がすっごく小さい時にノベルティとしてもらったものらしいです。全然私的には覚えてないんですけど、そう、でも可愛くてこんな感じで9種類入るんですけど、こういうアクセサリーケース持ってなかったのでこれを使っています。で、これはこんな感じで開くんですけど、こう傾けちゃうとバラバラになっちゃうので、これも見せる収納として可愛いので飾ってるっていう感じで、9種類入るんですけど、中には6種類入ってて、こんな感じでイヤリングとかこのリングとかも入れています。これもすぐパッと取り出しやすいし、めちゃめちゃいいかなと思います。結構大きめのイヤリングとかも入れられるので、この収納はいいなと思います。はい、ですぐ透明だしパッと見やすいし、ネックレスとかも入れられるんですけど、ネックレスとかは絡まっちゃったら怖いので、やっぱりかけておく方がいいかなと思います。こんな感じ、イヤリングはあんまり使わないのでちょっとしかないんですけど、こんな感じで収納をしています。ちなみにこのイヤリングの収納法は、箱に入っていなかったイヤリングとかを収納していて、箱に入っていたものはまた別のところに収納しているっていう感じです。なので結構安めのものだったりとか、あとママからもらったシャネルのイヤリングとかが入っています。はい、ということでこの収納を近くで見てみるとこんな感じです。はい、ということで2つ目の収納法はこんな感じでした。次は細々した収納法なんですけど、まずはこちらのカルティエのリングになっていて、これは開くとこんな感じで、ここを押して開くんですけど、これは買った時のまま入れています。で、こんな感じで3連のリングが入っているんですけど、
これは買った時についてきた箱で、これをつける時とか持ち歩く時はこの別の、これはなんかカルティエでもらった袋なんですけど、これに自分の名前を刻印してもらって、その時についてきた袋で、これに入れてこんな感じのものなんですけど持ち歩いています。こういう小さいアクセサリーケースはアクセサリーに傷もつかないし持ち歩きやすいので、こういうのに入れて持っています。あとはネックレスとか持ち歩くときは、こういうどこのブランドでもいいんですけど、私はティファニーのものとかを持ち歩いていて、あとこういうフェラガモの巾着とか、本当にどこのでもいいんですけど、こう2つに大体分かれるようになってて、2種類入れることができるので、ネックレス入れてリング入れてみたいなこともできるので、こういう巾着小さめだし、こういうのを持ち歩いたりして、ネックレスとかはなんか疲れたりした時とかを取り外してこの中に入れるように、なくしたりとか絡まったりとかしないので、そう絡まったりね、すっごいネックレスがするんですよ、こういう巾着に入れても。なのでその絡まらない方法とか知りたいなと思って、すごい小さいチェーンのものが多いので絡まっちゃうので、それをね解くのがすっごく大変なので、そのいい方法を今探しているというところです。はい、ということで、で次も細々した収納なんですけど、続いてはこちら、じゃーん、これはシャネルの買ってもらったもので、こんな感じで箱に入れていて、イヤリングをね入れています。こんな感じになってて、そうこういうイヤリングを入れています。はい、こんな感じで入れて保管をしています。なので細々したこういうものとかは別のところに収納しているっていう感じです。細々とした収納はこんな感じです。はい、ということでこんな感じでアクセサリーの収納は以上なんですけど、続いてサングラスとカチューシャの収納法を紹介していきたいと思います。その収納法はカメラチェンジをして紹介していきたいと思うので、ぜひ最後まで見ていてください。それではどうぞ。はい、ということで外カメで紹介していくんですけど、サングラスとカチューシャはこんな感じで一緒に入れていて、まだまだね他のところに置いているんですけど、ここにはお気に入りのサングラスを置いています。こんな感じですぐ取り出しやすいように勉強机の引き出しの部分に入れています。こんな感じで、またこのサングラスの別の収納法とかも売っているので、それも紹介できたらなと思うんですけど、こんな感じ。ここがカチューシャで、カチューシャもまだまだ少ないんですけど、こんな感じでフェラガモのものとかフェンディのものとか集めています。こんな感じで取り出しやすいのでも置くようにしています。でこの全カチューシャ紹介も別動画でやっているので、その動画も最近やったんですけど、ぜひ見てみてください。はい、ということでサングラスとカチューシャの収納法はこんな感じです。はい、ということでこんな感じでサングラスとカチューシャは収納しています。あんまり集めている方はいないと思うんですけど、私はサングラスとカチューシャに最近めちゃめちゃハマってて、サングラスは結構前から好きなんですけど、そう最近増やしたいなと思ってこんな感じで収納をしています。でサングラスの収納法は今勉強机の中に収納しているんですけど、なんかもっといい見せる収納とか、よく芸能人の方とかがやっている収納とかやりたいなと思っているので、またそれも新しい収納家具とか買ってきてやりたいなと思っています。でカチューシャも今ちょっと見づらいので、いい方法ないかなって探しているところです。はい、ということでこんな感じで私のアクセサリー収納法の紹介は以上です。はい、ということで今回は私のアクセサリーの収納法についてご紹介してみました。いかがだったでしょうか。結構私いろんなところに入れているので、こんな感じで見せる収納だったりとかもしているんですけど、今回は持ち歩く方法とかも紹介してみました。ぜひ気になったものとかあったら真似して収納してみてください。で見せる収納は普通にインテリアとして置いても可愛いし、すぐパッと取り出しやすいのでめちゃめちゃおすすめです。で今結構アクセサリーにハマっていて、一番ネックレスにハマっているんですけど、結構アクセサリー全般ブレスレットとかもハマっているので、そういうものを増やして今行っているので、どんどん増えたりして、また収納法が変わったら新しい収納法とかも紹介していきたいなと思っています。結構ね皆さんよく動画で見ているんですけど、アクセサリーたくさん持っていて、そういう収納法とかにも憧れているので、もっといい収納法を見つけたら紹介しようと思っています。で今こんな感じでちょっと少ないんですけど、もっとねたくさん増やしていって、ちょっと収納法とかも変えていきたいなと思っています。で前にも
今欲しいものがあるって言ったんですけど、また買ったらその購入品紹介とかもやりたいと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。全ネックレス紹介とかまだ見てないよっていう方がいたら、最近紹介したのでぜひ見ていただけるとなと思います。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。ではバイバーイ。